何かに打ち込む、何かに熱中する、何かに夢中になる。その腕はまさにプロ並み。けれど彼らは決して生活の糧にせず、さらに腕を磨き質を高め、作り上げた作品を通して人々と触れ合いを深めていきます。ものを作り続けること、その情熱、その喜び。まだ誰もいない広場を横切って会社に行く。その一枚一枚の小さい手、なんか穏やかな口調、聞き取りやすい声、高木金次さん。高木さんは元 NHK のアナウンサー、喋りのプロ。その高木さんの密かな楽しみは、実は絵を描くこと、日本画を描くことなのです。高木さんが今までに描いた日本画はおよそ250点。日本画を知ったのは、日本画入門っていう番組を担当して、今文化勲章を受けてらっしゃる上村翔子先生に出ていただいて、その時は自分が描くとは思いませんからね、ただ仕事として日本画の描き方を番組で司会をしたのがきっかけですね。その高木さんに絵を描く人生への転機が訪れました。過労で倒れたのです。50歳の時でした。その時に2ヶ月、病院1ヶ月、自宅1ヶ月ってお医者さんに言われて、でその時はその病気が治ればね、勤め先に戻れるわけですよね。だけど、あ、これで定年になると何もあとないんだなと、ふっと不安になりましてね。病院の池に咲いている睡蓮を夢中で描き上げました。もうなんか全身の力が抜けたみたいですね。やっぱりそれだけ一生懸命向かってたんでしょうね。友達の勧めで応募した展覧会で入賞。それからの高木さんは、絵を描く喜び、楽しさを知り、制作に没頭。個展も2年に1度の割合で開催してきました。日本画が好きですと言って年配の方が見に来られてね、あ、こういう日本画を見たかったって言っていただくのが嬉しいですね。四季折々の素晴らしさを感じてますね。例えば、あ、今日は月が綺麗だなとかね、あの小さな花でも野の道端に咲いて、あ、この花も可愛いなって、前はそんなことに目を向けなかったんですよね。日本画を描いてたらそういうことが気がつくようになった。それはありがたいと思いますね。まあ、いろいろあるんですけどね、中でもその群青とか微群青、これがそうなんですけどね、まあ、青系統ですね、これがとっても絵の具そのものがいい、綺麗な色なので、描かなくても絵の具を見てるだけでも楽しいですね。言葉も絵も分かりやすく素直に人に伝わったらいいなと思いますね。アナウンサーをやってたことが生かされて、話し方とか朗読の機会を持たせていただいているのもありがたいし、趣味で始めた絵がね、今こうして続けられてるというのもとってもありがたいと思いますね。充実してますね。いらっしゃいませ。どうぞお上がりください。笹原雅子さん、どこにでもいるような明るい主婦。笹原さんのお宅の玄関から廊下まで埋め尽くされた鮮やかな色、形、模様。これは一体紅型です。紅に型と書いて紅型って言いまして、古い沖縄の染めなんです。赤や黄色、青の鮮やかな色彩、平面的にデフォルメされた花や鳥。笹原さんはそんな紅型の魅力に感動して習い始めたのが30年前。今ではほとんど自分で作ります。そうです、これも自分で染めたもんなんです。帯もやっぱり自分で染めました。うん、お見事。渋紙にカッターで型を彫っていきます。デザインは紅型の型紙集をヒントにすることが多いそうです。彫った後は紗を貼り、型紙を補強します。
型紙の上にもち粉とぬかから作った糊をヘラで糊置きしていきます。糊置きした後、色差ししていきます。顔料を豆の汁で溶いて染色していくのです。一色ずつ彩色していきます。彩色の後、今度は隈取りをしていきます。隈取りは紅型独自の方法で、彩色した色に別の色でさらにぼかしを入れるものです。糊付けを洗い流していよいよ完成です。いろんな色が使えて、女性にとってはいつまでたっても綺麗な色っていうのはすごく楽しいもんですから、好きですからね。だから自分の気持ちを色に託せる喜びっていうのが、本当に紅型をやっててよかったなっていうことです。笹原さんは紅型の魅力を知ってもらおうと、大使道区民センターなどを借りて教えています。明るくてとってもよく教えてくださった。私なんかもう娘みたいなもんです。何聞いてもちゃんと教えてくださるんで、あの先生自身がちゃんとね、いろいろもう勉強なさってるだろうし、楽しいですか。エスニック調好きでもんですから、なんとかして塗り屋風で簡単、難しくない、簡単でも素敵でしょ。出来上がった時はとっても素敵なんですよね。簡単でもあるし難しいっていうか、奥は深いと思いますけど、 100% できたっていうものがまだ作れてないわけなんですよね。一生懸命やってながら、だからそこまで行くまで一生懸命頑張りたいと思ってます。70歳まで現役で働くさっさ整備さん、彼のもう一つの顔とは切手コレクター。特に植物については世界で発行された切手のほとんどを所有するほど。外国の切手を見て大変に綺麗な切手だったもんですから、これは集めたいというふうに子供心で思ったわけです。綺麗っていうことが造幣ですね。綺麗なものが好き。さっささんのもう一つの趣味は木版画。木に彫った、その彫りのですね、何かこう面白さっていいますか、そういうものに惹かれて28歳の時から始めました。ペーパーと鉛筆を持って紙の上に描きながらイメージしてるんです。だから描いたり消したりしながらイメージを自分で作り上げてると、こういうことになると思います。図柄が出来上がればですね、もうあとはまあ口笛を吹きながら気楽にですね。とはいうものの、掘ってすり上がるまでさらに一月はかかります。トレーシングペーパーから版木に絵を写します。色を分けるために3枚の木版を作ります。重版、2版、3版と同じ作業を繰り返します。
出来上がった作品はまさにメルヘン。鮮やかに彩色された魚や鳥の世界。お魚はね、なんか寂しかったりね、悲しかったり、喜びもあるだろうと。鳥も喜びながら飛んでたりね、悲しみながら飛んでたりしてることもあるだろうっていうふうに、私の心を鳥に預けてもらったところがあるもんですから。サッサさんは版画に短い詩を添えることもあります。父よ、母よ、お魚が群がるのはみんなで呼んでいるのです。父よ、母よ、海の水は塩辛い。一番ということになるとやっぱりかみさんということなんですかね。仕事が三四分、それから版画が六七分というような仕事、生活をしておりますけれど、そういう生活になりましてから非常になんか色が明るくなりましたり、の図柄も楽しそうになってまいりまして、でそれはきっと主人の気持ちのやっぱり非常に幸福な状態にいるからでしょうと思いまして、私もそれを喜んでおります。やっぱり作品には自分が出ますから、自分の考え方とか感情とか人生観とか、そういうものをいかに磨くか、いかに高めるかという、そういうことではないかというふうに思います。そういうものが人を打つというふうに私は思っています。ものを作ること、作り続けること、その情熱、その喜び。